こんにちは、アニマルタイガです。はい、ということですね、今回なんですけども、ハンちゃんのうんこ掃除していきたいと思います。今映ってるのがですね、サルバトールモニター水音影のハンちゃんですけど、最近ですね、ハンちゃんがうんちをですね、水桶の中で、まあ、してくれる時もあるんですけど、してくれない時がかなり増えてですね、今も、画面の中央らへんですか、うんちがねどさっとこうされてありまして、それをですね、まあ、自分の体で、広げて、このガラスとかにもですね、めちゃめちゃついちゃってるわけなんですよね。あのうんちを水桶でしない原因の一つとして、体の大きさに合った水桶じゃないから、そこで、しづらいっていうのが多分あるんですけど、それでね、まあハンちゃんもこの水桶、今の青い水桶だとちょっと小さいかなというところで、今回はね、水桶も、大きいものに変えて、お掃除をねしっかりとしていこうと思います。これ撮影したのがですね、いつだったかな、もう結構前で、で、あの僕もかなりね、あの動けない状態、前回の動画で、うつになりましたってことで言いましたけど、本当にね動けなかったんですけど、まあそんな中でも掃除はねしなきゃいけないっていうことで、こんだけ汚かったので、ついでにカメラだけでもね回そうと思いましてね、撮影しておりました。まあちょっとね、その時はあの喋る気にはなれなかったので、作業だけしてカメラを回すという感じで、まあ今ね音声の方は後入れでやらせてもらってますけど、まずは水桶をちょっと外に持ってって水を流してですね、この芝生ですね、芝生にうんちがたくさんついてるので、これもね外で、ホースを使ってね掃除をします。すごく汚くなっちゃいましたね。本当に今までね、水桶でみんなしてくれてたので、すごく簡単なメンテナンスだけだったんですけど、水を変えるっていう、だけで簡単だったんですけど、本当にねいざ、水桶でしなくなるとめちゃめちゃ大変でしたね。もうすぐにね、汚れちゃう状態だったのでね、大変でしたね。でこんな感じで、掃除をしていくんですけど、次亜塩素ですね、これ次亜塩素酸水を使って消毒をしつつ、ケージをきれいにしていきます。今猫ちゃんがかまってって言ってちょっと近づいてきてます。どうしたのガチャ、ううじゃない、ガチャどうしたの、遊びたいの、ちょっと待っててね、今音声入れてるからちょっと待ってて。そうですね、こんな感じで、拭いていくんですけど、ちょっとねあの掃除の方を見てもらうかてら、これね今音声入れてるのが1月10日で、昨日1月9日ですね、僕爬虫類ショップのシリウスさんというところで、神奈川県の海老名市にある爬虫類ショップなんですけど、そこで、販売応援スタッフとしてね、働いてきました。普段ね僕が働いてる K&S アイランドさんのところでは、僕はねあの店舗の方にはちょっと、立たずに、生態とかの、なんだろうな、メンテナンスとかをやってるんですけど、今回はですねシリウスさんの方で、店舗の方でね販売スタッフとして働かせてもらって、まあ、オオトカゲをね、僕はメインに販売の方をねさせていただきました。まあ急なね、決定で、で開催の2日3日ぐらい前にね告知してっていうところで急だったんですけど、かなりね多くの方が足を運んでくれて、
で新しいオートカゲ飼育者もね増えてすごくね嬉しかったですね。やっぱり本当に自分が好きな生き物を売れるってすごく嬉しかったですね。やっぱり僕がね好きなので、あの話もすごくしやすいですし、好きなものをおすすめするのってすごく簡単っていう言い方はあれですけども、しやすかったので、非常にね楽しかったです。シリウスさんでは今後も、やっていきたいなっていうところでね、その販売応援スタッフはやっていきたいなというところを話してましたので、また、機会があればね、今度はもうちょっと、前もってね宣伝だったりできると思うので、ぜひね遊びに来てくれたら嬉しいですね。でその販売応援スタッフを行った時に、まあオープン前にね、あの動画も撮ってきて、明日か明後日ぐらいにねまた編集でき次第公開したいと思いますので、どんなお店の様子なのか気になる方はぜひ見てほしいなと思いますね。本当にね、あのオオトカゲいっぱい種類いて、僕もねあの販売者側でこう働かせてもらったんですけど、自分がね本当に欲しくなっちゃって、今回あのチモールモニターっていう、ドワーフモニターがいて、でその生態をねこう販売して、購入してくれた方がいたんですけども、あのドワーフモニターの魅力っていうのにちょっとね気づかされて、まあ、チモールモニターって、ちっちゃいオートカゲで全長がね、60センチ70センチぐらいまでしかならないオートカゲなんですよ。見た目は本当にオートカゲなんですけど、サイズがねちっちゃいよっていうことで、あのオートカゲ飼育したいけど、でかすぎるよなっていう方にはねすごくおすすめな、種類でしたね。ちょっと猫ちゃんがまた泣いちゃって、ガちゃんどうしたの、ガちゃんどうしたの、遊びたいね、ちょっと待っててね待っててねちょっと、この後ガッちゃんと遊びます。はい、って感じで、販売応援スタッフの方はまた開催できるかなと思いますのでね、はい、そちらもお楽しみに。ちょっと猫ちゃん遊びに来て何を話してたか忘れちゃったんですけど、あのこんな感じで、今回はですね掃除をしてみました。非常に綺麗になったんじゃないかなと思います。体調の方もですね、僕すごく今良くて、あの撮影の方も、前回の動画では週3出すって言ってたんですけど、もう本当にあのコメントとかでアドバイスいただいたんですけど、やれる時にやって、できない時は休んでっていう感じで、やっていきたいと思います。なのでね今すごく調子いいので3本4本、動画とか出していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いしますって感じで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。